アイテム番号 SCP-394JP。 オブジェクトクラス、セーフ。特別収容プロトコル SCP-394JP は開放した状態で固定し、低脅威収容ロッカーに収容します。被験者には長期の経過観察が可能な B クラス職員のみを起用してください。SCP-394JP。A は喪失を防ぐため、専用金庫に収容します。説明、SCP-394JP は内寸がおよそ 10cm×6.3cm×2cm の小物入れです。外見は書籍を模しています。表紙にあたる蓋の部分には英語で、我が自伝、と記されていましたが、現在はその文字だけが消滅しています。使用者が自身の所有物を SCP-394JP に収納し、蓋を閉じた場合に特異性が発現します。この所有物を SCP-394JP-A とします。SCP-394JP-A は数秒から数年後に破壊や放棄などで喪失し、使用者の所有物ではなくなります。使用者が SCP-394JP-A と同一と認識した所有物は、直接 SCP-394JP に収納されなくても同時期に喪失されます。ただし蓋を完全に閉じられなかった場合、使用者が所有物以外の物品を入れた場合、使用者が意図せずに収納した場合、特異性は発現しません。事故記録1、日付1998年不明月不明日、対象、B-04971、当時の氏名は、所有の印鑑、状況、保管のために D-04971が使用。結果、翌年、B-04971は離婚により旧姓に復帰。印鑑はすべて廃棄。事故記録2、日付2001年、月、日。対象、B-04971所有の写真。長女とその婚約者が写ったプリクラッシール。状況、保管のために D-04971が使用。結果、翌日、長女の婚約者が運転する自動車の事故により、B-04971 の長女は死亡。婚約者は生存。写真は焼却。事故記録3、日付2002年、月、日。対象、B-04971 所有の社員証。状況、一時保管のために D-04971 が使用。結果、3ヶ月後、B-04971 は懲戒解雇。社員証は返却。事故記録11、日付2011年、月、日。対象、B-04971 所有の運転免許証。状況、一時保管のために D-04971 が使用。結果、2週間後、B-04971 は、編集済み。運転免許証は失効、不起。これがきっかけで D-04971 は運転免許証だけでなく氏名や本籍などの公的な記録をすべて失い、財団に雇用されました。事故後の詳細なインタビューにより SCP-394JP が特定され、初期収容に至りました。実験記録55、日付2011年、月、日。対象、B-04971 の頭髪1本。実施方法、B-04971 に、あなたの髪の毛を箱に入れるように、と指示し、本人が実行。結果、当初は変化なしと思われたが、口述のインシデント記録15、B-04971 の頭髪はすべて脱落した。不起。SCP-394JP から B-04971 の古い頭髪が採取されましたが、彼女は頭髪を喪失していなかったため、この確認実験を行いました。実験55の最中、B-04971 が実験に予定されていない行動を取りました。インシデント記録1、日付2011年、月、日。対象、B-04971 の唾液。状況、B-04971 が罵倒と共に SCP-394JP に抱き、職員の制止を無視して蓋を閉じました。
結果、B04971 は拘束され、鎮静処置を受けました。経過観察のため全ての実験計画を延期。B04971 を長期にわたって観察。B04971 の唾液は失われませんでした。3年後、B04971 は多発性骨髄腫を発症。財団は自家造血幹細胞移植などの治療を行いましたが、2015年7月に感染症を併発し死亡しました。分析、SCP-394-JP 内部から、B04971 の血液をごく微量ですが検出しました。彼女が SCP-394-JP に収納しようとしたのは唾液ではなく、血液だったと考えられます。ホイ、B04971 の死後、残りの被験者3名によって実験を再開しました。しかし現在に至るまで、特異性は発現していません。特異性がオブジェクト側に存在していたのか、研究チームが再検証を行っています。オブジェクトクラスの変更を検討中です。ご視聴ありがとうございました。また見に来てくださいね。ぜひチャンネル登録またはお気に入り登録をお願いしますですん。ですんですん。